本日のこの時間は通常の予定を変更いたしまして報道特別番組をお送りいたします。今朝の速報でもお伝えした通り、主に先進国を中心とした世界中の国々であらゆる社会インフラが突如制御不能な状態に陥るという異常事態が発生しています。各地で停電が相次ぎ、都市機能が完全に麻痺しているとの情報が入っています。ここで IoT エキスパートのコメンテーターである村井健太さんにお話を伺いたいと思います。村井さん、この大変な状況、一体何なんでしょうか？そうですね。まずこの問題の背景にあるのは IoT プラットフォームと呼ばれるものです。2030年の今、世界中のほぼ全ての社会インフラが IoT プラットフォームと呼ばれる、いわば基幹システムによって制御されています。うん、その基幹システムに大きな問題が発生すると、そこに接続している様々な機器が正常な動作を失ってしまう。それが現在の状況につながっていると考えられます。ここについては詳しく調査する必要があります。今、2030年。これは大変なことになったなぁ。そのクラウド等通信。あなたの仕事に相当関係ありそうね。自分の仕事に直接関係ある問題だ。うちのグローバルチームのメンバー大丈夫かなぁ。ちょっと様子を聞いてくる。はい、ありがとうございます。Hi Dave, Jenny, Al, and Mika. I heard the news about the failures of social infrastructures, including severe power outages all over the world. How are the things going on in your side? Ryu, all the power is out here in Seattle. And as you can see, I'm using my flashlight for the lighting. My PC battery level is getting very low, so I'm losing connection at any minute.It's the same here in Cambridge, and I don't think I'm going to be able to speak to you any longer. Yeah, in Israel, it's going on for ages. It's unbelievable. Oh! Same here, Ro. Hey, how about you? How are things in Japan? Somehow, everything seems fine so far for me here. But I'm wondering why... Oh!もしもし、川本さん。先日取材していただいたペリオンの高橋です。ニュースで日本以外のほぼ世界中の社会インフラがダウンしてるって大騒ぎになってますけど、何か最新情報をご存知だったりしませんか？はい、実は情報あるんですよ。これはまだ公表されてない情報なんですけど、ここだけの話、日本以外のほぼ全てをカバーしている2大 IoT プラットフォームのヘリオスとジェミニが勢力争いをしてて、どうやら裏でお互いにハッキングしていたのが原因らしいです。それはやばいですね。はい、かなりやばいです。はい、どちら様ですか？あ、小島です。どこだよ？あ、どうぞ。お、こんにちは。久しぶり。こんにちは、小島さん。今日どうされたんですか？リュウさんいる？ちょっと直接伝えたいことがあってさ。あ、はい、今2階のソファにいるので、どうぞ上がってください。分かった、ありがとう。リュウ、おお、びっくりした。どうしたんですか？すんごい発明しちゃったんだよ。いや、こんなん何作ったんですか？いや、下見に来てほしいんだよ、すぐに。あ、でも今それどころじゃないんですけど。いや、すぐ見てほしいんだ。いいから来てくれ。はい、はい。リュウ、これだよ、これ。なんだかわかる？これタイムマシン。なんですぐわかっちゃうんだよ。なんでだろう。そう、タイムマシンで、これで未来でも過去でも好きな時代に行くことができるんだ。ほう、すごい。すごすぎるよ、ドク。じゃあ例えば10年前の過去にも行けるってことだよね。そう、この次元転移装置で10年前でも100年前でも好きな時に行けることができる。今朝のニュース見た？今日本以外の社会インフラが世界中でダウンしてるっていう。あー、あのニュースね、見たよ。あれは確か
IoT プラットフォーマー同士の争いのせいだったね。ああ、毒知ってるんだ、うん、じゃあ例えば10年前の過去に戻ってイフリンクとペリオンがタッグを組んで世界に進出する未来に変えちゃうなんてことはできないかな。できるな。ほんと今から行ってみるか。え、その軽い乗りでいいの？よし、行こう。え、2020年8月31日、アイルクフェスの時間だ。行くぞ。ちょっと待って、ドク。ドク、ドク。ということは、10年前の僕がここにいて、薩川さんと短編映画を上映するってことになってるんだけど、どうすれば未来が変わるんだろう。え？え？いや、ちょっと待って。え？リュウ、この情熱コンボッターを使えば、話す言葉が数万倍にパワーアップされて聞く人の気持ちを動かすことができるんだよ。これを握りしめてこのボタンを押して10年前のフェスで龍の思いをぶつけよう。きっと未来が変わるはずだ。こんなもんがすごいな。お、10年前の龍が出てきたぞ。話してみよう。こんにちは、龍さんだよね。はい、そうですが、どちら様でしょうか。私、あ、もうちょっと、小島と申します。天才サイエンティスト。あの、イフリンクとはどういったつながりで。あの、僕は10年後の僕で、あの、僕と10年後の未来の問題を解決すべく。ちょっとおっしゃってることの意味がよくわからないんですけど、私、あの、プレゼンがあるんで、これで失礼します。ああ、笹川さん、今日のプレゼンなんだけれども、あの、短編映画の上映じゃなくて僕からちょっと大事な話をしたい。待ってくださいリュウさん、このタイミングで今更何言ってるんですか。それにこの方どちら様ですか。どうも、小島です。ここにリュウは10年後の世界からやってきていて、僕はその友人だ。笹川さん、あの、あまり詳しい話をしてる余裕がないんだけれども、この10年後の未来に IoT プラットフォームが大問題を起こすことになってるんだ。で、その未来を変えるために僕から直接話をしたい。ちょっと待ってください、ウエさん。きちんとロジカルに納得のできる説明をお願いします。10年後の未来から来たって一体どうやって、って一体何なんですか。あの、それを話したからって一体何が変わるんですか。いや、さすがさん、大丈夫。そうです。大丈夫だ、リュウ。このイフゼン催眠マシンで何を言われても全てそうですねというように催眠をかけただけだ。おい、プレゼンが終わってしばらくしたら勝手に解けるから心配ないよ。おい、これ持って行ってこい。じゃあ、さっさと行こう、行きましょう。そうですね。続きまして、3社目はアームさんになります。なんだか私の前に怪しい方々が座っていますが、ここはこの怪しい方々にフェットをジャックしていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。私たちはかねてよりここで短編映画を上映するとお知らせしていましたが、予定を変更しまして、今お伝えしたい大事な話をさせてください。イフリンクがコミュニティ活動をしているのは今日本だけです。でもこの優れたプラットフォームを商用として世界に通用するものに育てることが重要です。そのためにはペリオンのセキュアなデバイス管理サービスをぜひ一緒に使っていただきたい。ペリオンは世界中に拠点を持っています。イフリンクとともにメンバーの皆様の優れた製品やアイデアを日本だけでなく世界を視野に一緒に広げてまいりましょう。ちょっと待って、これででも未来変わったんだよね。大丈夫だ。でもな、滞在時間が1時間以上超えると世界線が変わってしまって未来に戻れなくなるリスクが高くなんだよ。いい、急げ。そういうことだったんだ。
リュウ、まずいぞ。え？まずいぞ。どうやら未来を変えるパワーがまだ足りないみたいだ。え、でもさっきは大丈夫って。いや、聞いてもらうだけじゃなくて、聞いてもらった人にアクションを起こしてもらう必要があるんだ。え？まずいな。あと2分しかないぞ。でも何をするって言ったって時間がないでしょ。うわぁ、一つだけ方法があるぞ。リュウ、これを持って外にかざしてくれ。頼んだぞ。近いうちに声かけるから、その時はよろしくね。リュウ、大丈夫だ。早く戻ってこい。何してんだ。Hi, Dave, Jenny, Al, and Mika. Are you all okay? Doing well, thank you. Everything here is usual as normal. Yes, it's the same here in Cambridge. Everything is fine. Yeah, perfectly fine, sir. Yeah, we're doing fine. How about you, Ro? What's wrong? What's the issue? I'm so glad that you're safe and well.